皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。女子旅員ゲロ2日目です。というわけで今日は女子旅2日目になります。今から朝ごはんを食べるところです。皆さんおはようございます。おはよう。おはよう。おはよう。湯豆腐かな、メインは。夜も朝も部屋食なので、とてもゆっくりと食事ができています。部屋食っていいな、うん、では朝ごはんいただきます。愛ちゃんどうですか。美味しいです。美味しいですか、うん、ではそうそう、ゆっくりといただきたいと思います。おはようございます。おはようございます。ロシアン帽子のセックスロシアン帽子チーム今朝ごはん食べてチェックアウトして、今日2日目はね、カメラ2台体制でやっていきます。まずはあのお酒の方、柏屋お酒を見たいと思います。これを買おうかなと思います。温泉ミスト、ゲロ温泉ミスト、小さい方1300円。え、これミスト買う？映画好きなんじゃない？そう、映画好き。え、見つられてるすごいかな。何ねそれ。これやろ。これやろ。これはめっちゃ美味しい。あ、両方美味しかったし、こうやってハーフハーフになってんのも嬉しいかな。ウエハースとクランチ迷ってます今。やった、イエーイ、白鷺アイスゲット。どんなウエハースって、なんか思ったよりちっちゃいかな。あ、え、でもなんか普通のお土産の白鷺のやつが大きくなったみたいな感じ、うん、お土産が巨大化したみたい。あ、なんかすっごい柔らかい。ほら、柔らかい。わかる。うん、あずき入ってる。え、そう。あずき飲みやろ。はい、いただきます。どうな、お土産の味って再現されてるわけ、うん、あ、でもこの、あれ、ここ、うん、あれちょっと反応が微妙やぞ。再現されてる？なんか反応薄いぞ。これ絶対見てる人美味しくないやんって思ってる。美味しい。美味しいんですか本当に。嘘は良くないで。ほんまにほんまに。あ、そう。似たようなアイスは売ってるような気がする。ああ。なってたんやろ。多分食べたことあるこれ。できれば。横がもうちょっとサクサクしてほしかったな。ちょっとなんかもう中が湿っちゃった的なな。ほんまに見た目としてはあのお土産がそのまま巨大化したみたいな感じです。お味の方いただきます。お味の方いただきます。なんやねほんまや、ちょっとしっとりしてる、うん、いただきます。明るいとしっとり。どう、あのね、言わせてもらうとお土産の方が美味しいね。お土産の方が美味しいね。まあ元祖に勝るもんないな。やっぱあのクッキーの感じは再現できてる。そうやな、うん、ちょっとしっとりしてしまってるからちょっと残念。ちょっとクリーミーなチョコレートの味がちょっと薄いから、あのジャンボモナカのバニラみたいな感じになってしまってる。バニラモナカ言えへんかった。バニラモナカジャンボ、チョコモナカジャンボ。あ、悪いとかじゃないけど再現できてるかって言われたら2ぐらいかな。こう気持ちいい、なんかつぶつぶチョコ の、うん、が入ってるから美味しい。では行きますか、合掌造り行きましょう、イエーイ。バイ
イバイ。カエルからのユマ、カエルからのユマ、カエルからの肌。合唱村到着。悲しい時、悲しい時、LINE グループから勝手に退会させられた時。あれあれやな。悲しい時、悲しい時、グループ見たらみんなが伸びてる。それだけやる。あれやろ、早う抜けたいなって思いながら気使って残ってたのに。そうそうそう。ある日開けてみたら、あの割引券のやつってどこ行ったか覚えてる？どこ行くの？おい。何してんの？おい、何してんねん。割引券どうしたん？あの紙が挟んでて、グルメとかの紙に挟んであって。そのグルメの紙は誰が持ってんの？部屋もしかして。お前 10% オフがなくなっちまったね。でもそんなの買えなんか系であるし、おパピー。はい、みんなチケット見せてください。川魚屋の塩焼き、それはチラシや。ウィーヤ、チケットだけかい。ここは合唱村というところです。入ってきた。さや初めて。あ、そうな。今だけ私2回目です。これ昔の人が作ってね。すごいな。わ、すごいで。中入れんで。あれまたうちらのために用意されてる。イエイ。アイちゃんハマり、アイちゃんハマりすぎ。Hey guys。 ネタがあれば何でも飛びつく。チャリで来た。チャリで来たね。ディズニーランドチャリで行くやつ。これなんかご利益あんの？そう、幸せの同じものとか言ったの。あ、今花のね時。息止めるな。息止めるな。上に上がりたいと思います。はい、ただいま合唱村に来ております。なんかすごいな、うん、なんかほんまにちょっと怖い。高知行った時も怖い。どうだ、お城やろ、高知城やろ。高知城結構怖い。これ気をつけよ。ちょっと YouTube なんかやってんの、あなたたち。さあ沈黙がおかんやろ。どうですか？いいですね、やっぱりゆっくりできてる気がします。うん、なんかゲロ温泉を満喫してる感じが、うん、やっぱりもう飛騨高山行くのやめてちょっと時間的に厳しいということで合掌村を十分に見たいなと思います。手間だけで入った。ありがとう。おはようか、トニアさん。あ、ありがとう。はよして。今から滑り台へ行きます。合掌村の中にある滑り台に行きます。ゆっくり入れます。うわ、やばい、楽しそう。待って待って。
ちは。今ちょっと最後反省会っていうか女子旅、かなり今回は一泊でゲロだけやったから楽しかった人いったってわけで、またこの世にいつか帰ってきます。ありがとうございました。